ばんは、私が太陽太郎総称です。今日はですね、これです。川崎のソウルフードって言われてるらしいです、最近は。元祖ニュータンタンメン本舗監修の混ぜタン、なんか一応店舗限定らしいんですけど、まあ店では食ったことないです。店では食ったことない。食ってる人も見たことない。まあ多分物好きな人は食ってるんだろうと思うんですけどね。僕はもう結構スープが好きなんで、あんまり食ったことない。まあ今日これを食べてからお店でね、これが美味しかったらお店でも食べようかなというところです。もう早速ね、これ背中でこれお湯沸いちゃってるんで、いただきます。熱湯3分なんで、まあちょっと今から作って食べていきます。ちょっとね、これ急がないと、もうお湯で後ろでこれチンチンに沸いてるんだよね。中はこれタレとふりかけ火薬だ。火薬だけ入れちゃっていいのかな。作り方見ろっちゃ味なんだけど、なかなかね、もうそういうわけにもない。ちょっと熱いでしょこれ、やばいだろこれ。でお湯を入れていくと、結構ねこのカップ焼きそばは多めに入れちゃうタイプ。はい、で3分なんで3分待ちましょうと。もうちょっと、もうすでに10秒ぐらい経ってそうだけどね。ニュータンタンってどうすか、行きます。僕はもう行くときは週7とか8とかそれぐらい行ってた時期があって、仕事帰りにちょうどね、蒲田の先っぽの工事屋っていうところで働いてて、でカンパチでこうバイクガーッと帰ってきて、でガス橋通りをもう川崎の方っていうか、まあ地元の方にまあ下ってくると、ちょうどね平間のね、情熱感動空間、プレストっていうパチンコ屋さんがあるじゃん。でもう夜の7時に仕事終わって、急いでもうバイク乗って帰ってきて、で早い時はもう平間にもう7時15分とか20分とかにもパチンコ屋さんにインして、で調子いい時はだいたい、そうですね、3万ぐらい、まあ、負けて、でもうヘロヘロになって、11時頃もう店出てくるんですよ。で店出てくるとちょうど目の前にねあるんですよね、ニュータンタンの平間。なんでもうとにかくね、もうヘロヘロで3万失っちゃってるから、もうせめてなんか精力つくもん食いたいっつって、まあニュータンタン食うんですよ。でまあお腹もねいっぱいしたいんで、チャーハン食いたいなって思うんですけど、もう11時間際行くと、なんかお米ないとか言い出すんですよね。お米ないんでチャーハンできないですとかですね、うわーとかって言いながら、まあしょうがないから、まあ担々麺セットでなんか味噌餃子とか食うんですけど、で3万もね負けてるとね、大辛にしようがもうめちゃ辛にしようがね、味全然しないですよ。味全然しない。逆になんかもう めちゃ辛とか、もうなんかドロドロしすぎて、なんかいちごジャムなのかなっていうぐらい、そんぐらいの感じ。だからね、だからまあ思い出っつうと、まあ、ただ結構それでもいろんな入団体に行ってはいるんだね。平間も行ってるし、上末吉なんかね、チャーハンセット一時期安かったんですよ。最近行ってないんで分かんないですけどね。新庄なんかはね、店が狭いんでやたらと並んでるから余計にみんな並ぶみたいな。でもう並んじゃってるから諦めて、なんか新之助行っちゃえみたいな、なんかそういうのもねあったりとかして、
で、ただあの川崎の先っぽの方のはね、あんまり行ってない。あ、ごめんなさい、ちょっとね、これ3分経っちゃったんで、これもうお湯切って食べていきますか。そうね、なるべくね、これしっかりお湯を切っていきたいんだけど、しっかり切っていきたいんだけど、ちょっと待って、時計ちゃんがね、うるさいっすね。なるべく切って、切りたいんだけど、この切ってる間にもやっぱりこれ、麺が伸びていくわけでしょ。んで調味だれ、これメガネかけてない人要注意よ、これどうせこれ辛いんだから。あー、やーばい、色こんな感じです。色こんな感じです。で、ふりかけだ。ふりかけ、あ、ふりかけ、これ単なるこれ唐辛子ですね。唐辛子っす、これ単なる唐辛子。でもこれだけだ。え、じゃあちょっといただきます。まあ、軽く混ぜるっしょ。匂いはちょっとでも担々っぽい。うわ、いただきます。あったあった、あ、味はうまい。麺まずい。味がうまいね、まず。ああ、これ。何これ。ふりかけの量、全部入れちゃった、これ。もうほら、固まっちゃってるもん、これ。あ、でも、麺、これカップ麺も出てるんですよ。カップ麺の時よりは麺うまくなってる。だからいいかも。うん、ちょっと一口目、またこの麺まずのなんかクソカップ麺来たわと思ったんだけど、いいかもしれない。意外とできるでしょ、ね。意外といけるっちゃう。でもさ、もうちょっと卵入れてほしいよね。もうちょっと卵入れてほしい。まあ、オリジナル食ってねえから文句言えないんだけど、今度オリジナル食いこう。これ意外とうまいぞ。うん、え、ごちそうさまでした。あのね、意外とうまい。今まではあの麺がね、とりあえずクソまずかったんですよ。麺がクソまずかった。今回は麺そこそこうまい。ああ、入れる。だからあのカップ麺のあの汁の方、あっちはもうおすすめしません。麺まずいから。麺まずい、うん、こっちはそこそこいける。だから買ってもよし。多分今ね、川崎市内、まあ市内じゃなくてもあんのかしらないけど、コンビニに売ってるんで、川崎の
ね、ラーメン麺どんなもんなんだっていう、ちょっと見てやろうかっていうぐらいの気分で、買ってくれたらいいのかなと思います。はい、そんな感じで今日は、ニュータンタンメン本舗監修混ぜタン、美味しかったです。ありがとうございました。